ください。大丈夫です。それでは9月28日水曜シングル大会始めますわ。本日9名このゼロ回戦、あ、2先です。まず2先ですっていうのと、このパチカスジョニーが終わるまでに参加者が増えなければ本日追加はなし、つまりノータンクトップです。さあ、すっかりもう剣からチェンリーに変わってしまったなんか PA が漏れてるけど大丈夫か。さあ、ジョニー・チェンリー、なんかちょっとずつ練習してるのはよく見ますし、あのいろんな技、あの100列とかね、なんかその辺が導入され、ちょっとずつ導入されてるのはなんか見て取れますね。さあ、ですがこの現状全員ショーンと言っていいでしょう。この男に全員ショーンって言いにくいんだよな、あのオサがたまに使うショーンもえらい強かったりするから難しいラインなんですが、中足バーストなあEX 技はそうスピバの方が強かった。まあ 2P 側なんてパチニの表情が見えるんですが、ぐんにょりしておりました。悲しいな今のコメントも泣くわそりゃ。まあ膝泳ぐしっかり予想2回さがめ足大パン梅をワンブロパチキ、激しいな。バーストかけない。うーん、デッド気味に打ったのかな。中足昇竜で溜まってデッドバーストみたいなところだったかもしれない。さあ、ショーンかなり体力追い込まれてますが、回線2回。さあ、タッチ中パンでフィニッシュ。まずはジョニー、パチニーが、あの22今日トゥデイ FT2 にさっきです。パチニーが両手をね後ろにしてね、どうしよっかなーみたいな表情にしてますねマスクでね顔は見えないんですけどね、あの口元はオーラ的にね、どうしよっかなーみたいな感じでした、ね、さあ2本目、エセは変わらず。それは何でしょうね。わあ、今度は猛攻。どうだろう、波動バースト以外の選択。おおおおおお、12秒。これは怒りのショーン。2本目取り返せるかってとこですが。そう、まあ波動バースト、昇竜キャノン、ハイパートルネード3つありますけど、フォークバースト、どの SA が誰にみたいな情報は全然ねえしな。今のボール重ねも待ってねえけど、まあしょうがねえだろうな前捨てが、わあマジでそれで避けちゃうのマジか今の。投げ暴れ、中足バースト確認してる。残るよねやっぱね。あー、スイジャン中継、これで取り返し。だいぶバーストも見慣れたおかげかね、相手の立ち上がめも含めてですけど、なんかリーサルかどうかがちょっと分かるようになってきました。それでもたまに読み違いでゼロドット残る時があって、死なないんかいみたいなことはあるんですけど。さあ3本目、さあ大足を通しつつ3本目もパチカスショーンの攻め手が続く。いく、投げて、さあ画面足、これはさすがにバーストリーサルですね。なんちゃらバーストだったら膝バーストでフィニッシュ。最近リーサルって言葉結構使うようにはしてるんですけど、語源って多分スト5だよね、よく考えたら。なんか倒しきりとかを言い換えたりはするんですけど。フォアコーバースト、ここはタックルキャンセルの投げ。さあ不意な前捨て、おー、やっぱり ね慣れてないとね、この辺のところはねどうしても戸惑います。タックルキャンセル周りと前捨てはディープ、画面端絡めて投げる。だあ、これはバーストまで。勝ったのはパチカスショーンということで、本日追加参加者なし、ノータンクトップです。じゃあシンタと、シンタとチョキネお願いします。左上や、リーサルって
チョキねー試合だよー。リーサルってカードゲーム発祥だと思ってた。あごめん俺そっち側全然知らないから、むしろそうなのかな。チョキねーとシンタニサキです。さあ今日のシンタのキャラはなんじゃろなと。初めて見たかもしらん。マジ？シンタ12。色は強い。世界の山ちゃんからや。マジか。あ、キョランさんビッツありがとうございます。しかもこれ相性的に相当終わってたはずだから大丈夫か。シンノーノのシンタ12。リーサルっていうとリーサルウェポン思い出してしまいますよ。そうなんですよね、そのスト5だから今の格ゲー業界的に多分ね、そういう用語があるのなんか無理に使うと思う。あの話通らなかったりする可能性もあるんで。ただね、そのほら言うても店の配信だったらそこまで気にしないですけど、あの死ぬ殺すみたいなのはやっぱりあの外す傾向にあるじゃないですか、どうしてもね。なんかそういうのはなんか自然に身につけていかんかなとは思ってるんですけど、殺しきったじゃなくてリーサルみたいな。コピーできればキャラスはゴブ。いや EX 開けないからゴブじゃない。あ、まあコピーしたらね、あの体力攻撃力と防御力上がるんですけど。エレナで EX 打てないのは相当きついと思うけどな。おおマジか、うまい。滑空見て EX ライノから EX スクラッチ、なるほどね。小足投げ、もやしの田植えが始まる。そうこれをもやしって言ったり田植えって言った人は、あの最初に言った人はマジセンスだと思うの。これはマレット投げる、ワンブロー当たった。ワンブローおそらく EX ニードルだと思いますが、ちょっと大になっちゃった。もやし農家もやし農家がみんなこんなね能面みたいなキャラだったら怖いよ。もうウェルブね、しかもカラフル確かに。さあ今度はブレイブを選択、緑もやし。SA はまあ X ニードルを基本的にはてかそれしか見ませんが、12自体が少ないけどね。確かにね、コピー EX 使えたらそれは反則だと思うけど、 EX 使った分ね、なんか変身時間が短くなるとかになったらまだ全然あったような気もするけど、無条件に使えるなら強すぎるし難しいとこですね。前だけ、はい打ち、時に上をしっかり見てますね。空対空で落とす意識なのかな。 EXニードル、 NDL は勝手にニードルって呼んでますが、体育 X ニードル4ヒット、マジかよ。あータイミングずらしの空中アックス、これは想定外。 EX が原因なら豪気にコピーありなのか。あー確かに豪気は性能変わんないね。まあメッパが打てないっていうのがきついけど今のは綺麗にタイミングずらしましたね。はい、とこはゲームうめえな、さすがにな。これはしっかりつながってる。リープブレイブしっかり体力減らしてる。はいのほんガンブロから後ろ投げ、さあ12あと何回読み勝たなきゃって感じですが、さあニートル細かい出入りを繰り返すが、マエステにはチョキネーがあっち行けて追い返して、さあファイナルラウンド。いやー今の分かりづれー。台形からのアックス X ニードル、壊しアックス X ニードル、もう一回 SA2 回入れてこの体力かよ。まだ火力はショーンと張ってしまうかもしれないな。あー今度はスカシ、うん、画面端やりたい放題。さあこのアックスは多分きつい。
ブロローとしてブロリ慣れてないとかなりきついはず。地上のね、あの削りのアックス重ねみたいのもあるんですけど、あの辺は大中小で段数も変わるし、 EX も混ぜられるとマジでどのくらいブロっていいのか全然分かんなかったりしますから、口が回るから怪しかった。ジャンプ台系壊しアックス X ニードル。さあ11、ジャンプ台系、あ、ジャンプ台パンダ12ね、空中技は台系台パンあたりは本当に強いんですけどね、茶色いもやし、さっきと色違うんですけど、なんか茶色い系統っていうのは一緒だな。さあニードルを起点に飛びが通ったけど、ブレイバーちょっと遅い。生の 2X ニードル7ヒットはそこそこ減った。あー EX 今度は追尾型、いやーでもね X ニードルもかわいそうな技だなとは思うな。あの対空でさっきの4ヒットとかほとんど減ってねみたいなもんだからな。今度はタイミングずらし、空中のアックスですね。水源台って落として、さあ体力エレナかなり優勢だが、12は慌てない。まあラウンド取ってるっていうのもありますけど、じっくり取っていく形ですね。まあ空中軌道を絡めれば、なんだろう、総合的な機動力はエレナにも負けておらず、さあ投げ返して、テクイというかパッと見なんか好きなさそうな台形。マブロクラップ、おー、ここはしっかりケアした。4発目があるかどうか分かりにくい空中アックスでしたが、さあフルセットフルラウンド、ここはシアックスしっかり確認してる。隙を見てスラを打って、今度は前捨て投げ、投げが届かない。とりあえず移動投げとかあんのか。これは6ヒット、毎回高さと距離で段数が分かんねえのが困る。これ出ない。てかアックス X ニードルがねコマンド的にむずいはずなんだけど、ようみんな出せるよなこれな。体育ゼロドット残る、投げて取った。これは結構危ない。壊しブレイブやってきて、誰こいついた、スクラッチは入らない。壊し最後は暴れた。さあ勝ったな新太。じゃあ横尾ちゃんと山源さん、はいどうぞ。はい、1回戦第2試合、横尾ちゃんと山源さんですね。やっぱり最後は壊しと。さあレミー豪樹、このゲームでワンツーのペラッペラ対決でございます。火力は豪樹の方が、おお、マジ相打ち、火力は豪樹の方がありますが。さあ山源さんはかなり攻めっ気強めの豪樹なので、レミー側がいなしきれるかというとこ、おお早い、いい反応の対空、投げてルグレから、さあ中足中立つと膝めっぱ、これは下がる、しっかり7ヒット。しゃがみぐらいだったら多少怪しくてもいけますね。さあまずは山源豪樹、あったった、ずらしすぎて地上ブルになっちゃった。投げて、さあソニックで追っかけていく。ワンブロ昇竜なら投げも技埋めもケアできると。大力で、おお、竜巻暴れ、マジか、パクったかな今。後ろ投げ、画面入れ替え許しません。ああいい貼り付け画面、ああ中足中足と
この今の画面端、なんだろう、キープの距離感すごくいいですね。で、合気側は、まあ、2本あるので、メッパも絡めて、しっかり逃げにくくしてダメージを取り切ると。いい判断。隠ってると思います。隠ってたよね、多分ね、今。結構台がめり込んだから。さあ、2本目。膝中達ちょっと。さあ画面端引き続き豪輝の攻めが続くが、うん、残角からつながってる。大達は入らなかったが、ああ地上で竜巻当たっちゃった。あの残角当たっちゃった。うん、なかなかいなしきれない。おお、残空をくぐるよな。まあそこは多分そうよなと思って、昇竜滅ぐらいかと思いました。大達で削った後のもう一回竜巻ですね。大達自体はね、結構キャラにもよりますが、マイナスフレームそんなにないので、ちゃんとなんか練習のしどころです。赤風呂取るのか、マイナス5でなんか技をかくらすのか。さあ山源豪輝リーチでどうなるか。あー、これは上り台パン打ってたんですが、ちょっとだけ遅かった。さあ投げる画面足まで持っていけるか。あー、豪輝が逃げる。こういうところの機動力は差が出ますね。竜巻とか柱でもいいもんな、今のは。その辺を見なきゃいかんので、その豪輝に画面端で攻め切りにくい、技埋めにくいって言ったら変だけど、まあ、やんなきゃいけないときはやんなきゃいけない。ディフェンスのバリエーションをいろいろ考えたときにね、どうしても迷いが出るのが難しいところですね。逆には攻め通すと相手はもう神なので大ダメージって感じですね。それにガードジャンプ、アシュラ、そして百鬼回りとか含めていろんな逃げ方ありますからね。ここはしなげ。さあ仕留めれるか。あー、これはやっぱりくぐれたんじゃない。なんだ今のジャンプ台形当たんないの。ジャンプ大パンなら多分くぐってなかったね。不思議な挙動でした。勝ったのは山源豪輝。じゃあ俺とタマコン行ってきます。あ、久々にタマコン太平。あ、タマコンはちょっと酔っ払ってる感じなので今日は厳しいですかね。おっ、さあ、おっと、タマコン強いぞ今日は。さあ、ほぼ何もさせずに1ラウンド取っていく。やっぱアルコール入ると強くなる。そんなプレイヤーもね、いますね。あっと、この画面端、おお、肘体育。タマコンのゲージはマックスあるので、このラウンド一気に倒しきることもできますね。あー、さあ太平がはめていく。コーク、とりあえずダウン取って、あー、太平がはめる。あ、ちょっとタマコン酔いが回ってきちゃったかな。ちょっとね、ネクストウィークはちょっと見えたんですけどね。あー、上玉は痛い。お、
さあ、あんま痛くなかった。EX マシンガーからお、運びかこれは。またダイパン連打。さあダイパンボタンを押す。さあブロッテシャガチュー。あ、最初に遊ぶからなっていう意味なんですね、これ。さあ、太平も海外勢にもいじられてますね。さあ、タマコンが2ゲージあるぞ。あ、EX ミスか。ダイパン抜けて、あ、肘が当たる。さあ、太平がはめる。おはめていってあ、おっと、まあ、今のはもうサイズキック完全に1点読みでしたね。今のどうせお前かかとだろっていう、タマコンのね、このお前いい加減にしろよというダッキングアッパーいや、いいダッキングアッパーでした。うん、完璧に読み切ってましたね。さあ、タマコンはそのプレーで言いたいことをね、言っていくスタイル。あ、太平はめる。お、ガードする。なんで肘だったんでしょうか。大パン大パン。あー、硬い。あー、大変のハメが、ここはしのいで、さあどうする。抜ける、ダッキングアッパー、歩いて投げ抜ける、コーク。さあ、削りのコークに行きましたね。素直に行きました。さあ、太平ネクストウィークが見えてきた。あー、ここで、お、うまい脱出。下がる下がる、投げる。あー、カニブロって肘。大パン。さあ、もうタックルエイジスしか狙ってねえなこれおー、くぐって投げて、お、いい感じのダート、カニガード。あー、飛びがもろに入って、さあ太平、あー、ネクストウィーク。あー、いい試合でした。いい試合だった。ただいま。じゃあルージョニー、リバサダッキングアッパーはさすがに想定してなかったな、クソったね。はい、ジョニーじゃねえ、あ、ごめんごめん、パチニー、パチニー、ジョニーじゃない、ごめん、パチニーとルーさんです。9月は0勝でフィニッシュ。江川さん、あの事実もね、あの突きつけるとちょっとナイフになるからやめていただければ。来月頑張ります。はいさあ、ルー、まあ、パチカスショーはかくってるので、ルー何になるでしょうって感じですね。ルーユリアン、ルーリュー、たまにルーユンなんてのもいますけど。さあ、ユリアンと、あ、個人的にはこれ毎回このカードが出るたびに言いますが、サードの中でも屈指のキャラサカードだと思ってます。ショーン的にはね、とにかくその火力の低さが、なんだろう、多分ユリアン戦だと如実に出ますね。特にバーストだと、おお、前提してきた。タッチ中盤まで入って、ここはもう一回タックル対応してきますね。これはくぐるんですけど、そう、知ってるよね、もうね
そう、前転だとスフィアはくぐります。ただ下段に判定は残ってるので内足は当たる。さあ EX 流美脚から体力同じくらい、後ろ投げ溜まっちゃったうーん、昇竜キャノンだとワンチャン読み合える、ま、可能性がありましたが、まあ、バーストですからね。多分 EX ドラスマ無敵回りあの辺で打って大丈夫なのかなみたいなことはもう全然わかりませんねさあ2ラウンド目フォアコアバーストこのヘリですわ8とはいえ多分4回当てて死ぬかどうか怪しいんじゃないか。さあタックヘッドタックルはなかなかでくい展開だが、さあやっぱりねショーンやっぱり絡めても使わないとなかなか揺れの体力は減らしきれずだが、ここはボールからどうすんの、ジャブだけ、ユリアンにマックスだともうおっかないよ。あ、蹴り込んじゃった、おーグラップ、大丈夫、いろいろあるよ。あーダッシュ壊し、そう EX セットが見えましたが、あれがフッサーザルともう死ぬの、まあユリアン最終兵器のやつです。見込んで大ゲーム。さあこれは、うん、投げかくるんだっけ、かくんだよな、確かかくるんだっけ、ギリかくんのか、普通のいわゆるあのトルネードは気軽にマジで触れませんから怪しい。ちょっと踏み込みすぎて、あーこれは EX タックルで問題なし、ダッシュ肘もかくりますが、もはやそれしか必要なし、それも必要なしですね。っていうか EX ゲージが本当にぴったりでしたね。さあ2本目、ボールは投げれず投げないパターンもある。テリブル盛り上がってますか、盛り上がってますよ。これ4かな、ヤンのイヤンかな、盛り上がってるよ。本人じゃなかったらごめんなさい、本人だったらお久しぶり。さあヘッドからのウェイジスタックル、これが2回入ります。ダッシュ投げ、ご無沙汰でしたね。ああ違反か、おお久々やあこれは今のマジ悲しいな、膝確認バーストだったんですが空中ぐらいだったので、いや嫌な久々やね。ニュートンは変わらず嫌で、たまには遊びきてな。これも当たんないさっきと一緒。神経増えてる感じでしょ。あーそうだね、イアンが知らないプレイヤーはいっぱいいるかもね。さあタックルでタックルと、8人もイアンは多分知らんだろうしね。あこれは痛い、痛いっつってもだなこれはかくらないのね。あ危ない、あー追い返しのしゃがみ中パン、今のかくんないんだバースト、発生はマジで遅いですかね。それもかくんない、あーさすがにかくるか、しゃがみぐらいであれだったらかくるか。さあこれは中パンに押し込み、じゃあヘッドからハメです。横でハメ警察がハメへと現行犯の香りを嗅ぎ取っております。だしかくんない、確定の EX タックル、ナイスサイズ。しかしこれは現行犯逮捕です。だったらルーヒリアンじゃあシンタ山源ですね、シンタと山源さんお願いします。さあ完全な現行犯逮捕です。ゲージ1本半把握とね、特に道着周りには割と簡単にあの手のガード炎がバリエーション豊富に出せます。さあそうそう、シーター12でしたね。それは今日は太平さんもミスイのような、あのねダトリ相手にはねやる意味がないというか、ね、やりにくいのもあるし、あのリバサ効果がある時点でだいぶ やる意味がなくなっちゃうんですよ。というわけで基本ダド戦は俺あんまやらないです。さあ12を出して
エレナの次はゴーキですか。ゴーキ相手だと12の投げはさすがに減るね。12の投げ自体は結構性能いいというか、あのダメージちゃんと取れるので、あと距離がすげえ離れるので、まあ12の特性としてはものすごく合ってます。山源さん、バーサスで鍛えた12大佐がここで、あーなるほど、山さんところやってるかな。いい昇竜、これは上見えてる。むしろ投げしかダメージソースが、あー壊し、アックス X ニードル、ジャンプ台系、表裏、これはメッパ隠るね、さすがに隠るよね。竜巻は大竜ブロリ切ってグラップ、おー対空ロックス透かしてる、壊しハックス X2 のやる。むしろ投げしかダメージソースがはあのやめて差し上げなさい。壊しハックス X2 のでちゃんと減らしてるじゃないですか。今の流れでね、透かし下段取れ、あのやれ選択できるのはすげえな。 SAR とありますね、そうだね。あークーペカップネクストイヤー、あーメイビーメイビーで勘弁して。エリートコンボランドが合ってないのよはその通りです、その通り、それはその通り。そういえばシンタトゥエルブそうなのよ、いやこれシンタトゥエルブ山源光輝の攻めをしのぎきって、トゥエルブがやれるかって話ですけどね。柱で逃げる、これはいい選択。あーミスクーペカップ選挙選挙 OK。 ありがとう、あの深くは言えないので、なんだろう、英語でお察しくださいというつもりもないですが、みんな忘れないでいてねって感じですね。クーペに関してはだから大パン、わし大剣波動拳、おー今の裏回りに着地狙ったのか。あのシンターのようなそのゲーム馬尾がこうやってねトゥエルブ使うとね、このコンボが簡単に見えるんですよ。2連続の壊し XX ニードル、そして壊し田植えの繰り返しと、すげえ強い技に見えちゃうというか、うん。さあここは中足波動メッパーリープ、ゲーム馬尾なんだよこの男。これはそれが最大ノーゲージ最大のような気もする、よくわからない、もう厳しい、あうまい、裏回りから大パン中達、大達中達かな、ここはコンボ選択がしっかりしました。ああ重野さんありがとう、あの忘れないでいてくれると、その時まで忘れないでいてくれると本当に嬉しいですね。っていうか、おーマジか、 12SA3 これはやばいね。SA さん強力なパターンももちろんあるとは思うんですが、このキャラギリシャ見るのが大変なんだよな。竜巻しっかりガード、投げの間合いじゃねえのか、投げ直して表裏はたくり返す、投げてこのラウンドでは使わない状況だとかなり状況見えてくるが、これはかくっちゃった部屋の残るなんのかい、口が回らんかった、残らんのかい、びっくりしたわ今。投げて投げて、このヘリだからな、合計相手だけど、これはいい選択肢だよな。さあ投げ連発、今度はニードル傘ね。あこれはダッシュ頭蓋、なるほど、投げ無敵を使っていく、上げて、これは大パーン、 SA3 はならず、勝っ
ったのは山元豪樹。じゃあ新、ルータマコン、ルータマコン。さあ準決勝第2試合、決勝戦はすでに山元豪樹が上がってますので、タマコン VS ルー、どちらが相手に決勝の2人目に行くかですね。さあユリアン豪樹じゃねえダメだ俺今日ユリアンとナトリですね。あこれは痛い、弱タ、弱スピア、ちょっと遠かったかな、あの辺難しいんだよな。特にダットリーはあのタックル、スピアタックル系のコンボちょっと難易度高めです。水ジャン台形を生かしたいユリアンに対してタマコンがタッチシューパンなどを振ってバランスを取ってる感じですね。もう春来てるよね。前中パン、さあ、おははいいですね、タックルエイジスで振られなければゲージができる状況で、ウエイジスから最後は削り取っていくぞ。2回さあ画面を押していく、キープつながってますね。このコークはワンブロ、肘からタックル、さあユリアン1までいけ、どうする、タマコン脱出できるか、まあいいタックル指導で6発祭りかと思いたかったがちょっと難しい大攻撃が相打ち2回、黒缶漏れちゃってセーフ、まあ、ダットリーはどうしても漏れます、もうコマンド上しょうがないので、ダッキングで逃げようとしたところはとがめたが大きなダメージにならず、遅らせない系は航空読みかな、これは上じゃないがお互いに上読みルーさん上が出なかった可能性もありますが、タマコンが上読みで多分2回前を入れてたかみたいなとこにルーさんが投げました。ザビもコメントに言うな、目指しなあいつ来ないで配信だけ見てる。さあ2本目、今度はタマコンが押し込んでいる画面端、谷はガード、もう1回いいですね、ユリアンの嫌な感じの対空をしてますが、んこの辺も前、ここからどうするか、ちょっとイージス意図的かどうか分かんないけど、ちょっとイージスのタイミングずらしたかも。でダッシュヘッドでクイック取りにくいようにして、ガルフノでしたね、横でハゲさんが目を光らしています。さあダートコーク、もう1回、ハゲさんの優勝は、あ、優勝はありますか、今週はないです、来週以降はありますやめろ、来世までないよっていうのはやめなさい。さあ前から投げ、ダッシュ投げ、こっからどうする、あーなるほどね、ワンブロなんちゃらさせない壊しコークですね。さあファイナルラウンド、お互い攻めゲージ、攻めれるゲージはあるので、どちらが押し込むかという形、ユリアンが2マックスあるんでね、こういうタックルエイジスからダメージは取りやすい、これは当たるんじゃない、やっぱり、あ、いい感じの手前張り、ただダットリに対しては手前張りでも安心できないとこもあるので無理にはいかない、まあ今エースに中盤タックルエイジスで押し込んでいく、コーク漏れちゃって中盤タックル、いやセットも必要なし漏れた瞬間タマコンがあって言いましたねはい、というわけで勝ったのはルーユリアン、じゃあ決勝が山元ルーですね。はい、よろしくお願いします。さあ最近人数が多かったんでね、このぐらいのタイミングでなんだ大会が終わるのはなかなか珍しいですが、まあ、ある意味少数精鋭ということで早いね、早いっす
なんかダッドリーマンはもう直接言えよコメントじゃなくてささあユリアン豪樹の対決後ろ投げすいません起き上がりにカニパンのサブスクの返しにしていやなそれさあどうしてもねユリアン視点にちょっとなりがちですが後編に行きましょうさあ1ラウンド目体力は豪樹優勢ですが正直個人的にこのカードはもう体力半分ぐらいの差はぶっちゃけ合ってないようなもんなのではい赤取ってここはどうする画面中央のガード不能に行こうあしらで読み切ったがちょっと遠かったそうたまにありますねそれは投げ確定そう読み切って任せて2回するんですけどね肘の2発目が届かないとこで肘打っちゃうパターンかといって歩くと肘が遅れるっていうね状況なんだがちょっと難しいです前捨てしてるんでね EX セットも入れずくるし確かに駒さんちょっと遅いですね今日決勝です本当に昇竜滅が漏れた可能性がありますね多分これはだったそう EX セット最速大タックルはくぐっちゃう時がありますさあ中足竜巻やっぱりユリアンはどうしてもね赤物当然あるとはいえあーうまいどうしてもね竜巻周りはやっぱりしゃがんでてもガードしてしまうのは苦しめられます飛びが刺さる山源さん天を仰いでおりますやっちまったって感じでしたね今こういうのがあるのでねぶっちゃけね体力半分ぐらいの差はうーんって感じなんですよ個人的にはああそうそういやもうその通り体力的に五分というかまあまあそうだね体力火力考えるとぶっちゃけねまあユリアンがその針の穴を通すのがね豪樹が連動が高まるにつれユリアンが攻めを通すのがどんどん難しくなってくるんですけど攻め通すと肘 EX 戦闘大タックルだけでも十分なダメージなのでまあここから裏回るのすげえな大スピードブローラルとかちょっと豪樹捨てでナットリに行った人を静かにしてもらってなんかコメントしとるのがおるなあ、まあ、ちょっと引きつけあー足りたか引きつけないとたまにメッパースカるんですがセーフでした中足中達おっとっとあーエキセットが残酷に潰されて投げて坂目足大形カスタねあーかくったーこれは体力残りますがさあどう読み合う足らで今度は画面足に行く形あったったマジかナイスガードあ小足中足今最後結構いろいろありましたねしかししのいでラウンド取ったのはルーユリアンこれでリーチさあ残空とスピアが相打ちこれはタックル届くんですねこの状況だとさあなるほど柱絡めるとぶっちゃけ4択ぐらいになるので柱絡みしっかり読み勝ってますさあこの中足弱達割とどっからでもねほぼほぼ弱達が届くのが豪樹の火力アップにつながっててイベントとしては結構ね厳しい面もあったりするんですが後ろ投げ今度は行き過ぎず様子を伺う攻めるときは残空と一緒これはあっチーパー EX セットタックルラーでガーやる今ので倒してなくてももう一発いけました素晴らしいコンボ判断勝ったのはルイユリアン優勝でーすおめでとうございます